徳川の大夫、従前護衛人の大政返上、将軍職自体の領上、今般断然聞こしめされ候。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は王政復古の大号令についてお話ししていきます。王政復古の大号令というのは、日本の政治は天皇を中心とする政治体制に戻ったということを宣言した号令です。今宣言と言いましたが、ただ宣言したわけではありません。武力を使っての宣言なので、これは一種のクーデターでした。この王政復古の大号令によって政治情勢は一変、新政府軍と旧幕府軍の戦いである戊辰戦争が始まっていくのです。それでは大きな流れが理解できたところで、まず最初に前回の動画の続きからお話を始めていきましょう。一度この時の状況を整理してみます。この時の日本には大きく分けて3つの道がありました。1つ目は倒幕の道、2つ目は幕府独裁の道、3つ目は諸藩連合政権の道です。それぞれを推進していたのはこのような人々で、それぞれの思惑がぶつかり合っています。徳川慶喜は将軍になった最初のうちは幕府独裁の道を進んでいましたが、やがて限界を感じたのでしょう。大政奉還を行って、この道を諦めて諸藩連合政権の道へと合流しました。こうしてこれ以降の政局はこの2つのグループ、いわゆる武力倒幕派と抗議政体派に分かれて進んでいきます。ここで一つ情報を補足しておきます。実は武力倒幕派は大政奉還が行われたその日に、武力によって江戸幕府を倒せという命令を得ていました。いわゆる倒幕の密勅です。しかし一足先に大政奉還が行われ、江戸幕府が消滅したことで、この密勅は無効という状態になってしまいます。つまり武力倒幕の口実が奪われてしまい、この段階では抗議政体派が優勢だったのです。さて、大政奉還に喜んだのは誰かというと、朝廷でした。政治の実権が朝廷に返ってくるということに有頂天になっていたのです。しかしその喜びも束の間、困った状況だということに気づきます。なぜなら鎌倉幕府以降、朝廷は政治を行った経験がなく、政治に関するノウハウは知らないし、政治の仕組みも整っていないという状態だったのです。そんな状態で徳川慶喜が、政治は朝廷で行ってくださいと言ってくるわけです。突然そんなことを言われても朝廷には無理でした。なのでとりあえず回答は保留、慶喜に政治を任せることに決めました。要するに大政奉還とは名ばかりで、実質的には以前と何も変わらない状態だったのです。これは倒幕派にとっては大ダメージです。倒幕の口実が奪われた挙句、政治のトップは徳川慶喜のまま。これでは以前と同じです。全く意味がありません。こうして倒幕派は以前出してもらっていた倒幕の密勅を携えて京都を出発、藩へと戻り状況を説明し、藩の軍勢を率いて京都へ出兵しようと考えたのです。対する幕府の軍勢も京都へ出兵しようとしていました。大政奉還は京都にいた幕府側の人々が行ったこと、京都にいなかった幕府側の人々には知らされておらず、突然の大政奉還に反対していたのです。こうして幕府軍と倒幕派どちらも京都へと集結し始め、一触即発の状態になっていきます。さてこうして軍勢が集まってくると、結局はどちらが天皇を手中に収めるかという話になります。こうして倒幕派が目をつけたのが、明治天皇の外祖父中山忠康という人物でした。つまり間接的に明治天皇を味方につけたのです。こうして倒幕派は天皇を手中に収めることに成功、あとは徳川氏を排除するだけです。こうして出されたのが王政復古の大号令です。この王政復古の大号令が出されたのは慶応3年の12月9日、雪の降る日のことでした。前日から御所では会議が行われており、この会議が明け方に解散、会議を行っていた人々は続々と退出していきました。しかし倒幕派の人々は退出せずに御所に残ったのです。そこに現れたのが岩倉具視、昨夜の会議から御所に残っていた人々と合流します。それと時を同じくして薩摩を主力とする兵力が御所周辺に現れて、会津藩と桑名藩を追い払いました。その後も続々と
倒幕派の人々が御所に集結、反対派を御所から締め出した状態で、明治天皇は王政復古の大号令を発令、新政府の樹立が決定した瞬間でした。王政復古の大号令の内容としては大きく分けて5つあり、1つ目が徳川慶喜の将軍職辞職、2つ目が京都守護職京都諸子大の廃止、3つ目が幕府の廃止、4つ目が摂政や関白の廃止、5つ目が総裁、議場、参与の3職を置くというものでした。1つ目と2つ目で一階層政権を排除して、3つ目と4つ目で旧体制を廃止、5つ目で新体制を始めるといったものでした。この王政復古の大号令により江戸幕府は滅亡、明治天皇を中心とした公家夕飯連合による新政府が樹立したのです。新政府初の会議はその日の夜に行われました。古御所会議です。京都御所にある古御所で行われたから古御所会議ですね。すだれの奥にいる明治天皇の前で議論が行われていきます。重要な話は徳川慶喜をどうするのかということです。土佐の山内容堂はこの武力によるクーデターに反対しており、徳川慶喜を排斥すべきでない、慶喜をここに呼ぶべきだ、倒幕派は幼い天皇を担ぎ上げて権力を盗もうとしていると声を大にして抗議しましたが、岩倉具視が天皇の前であるぞ、幼い天皇を担ぎ上げるとは無礼にも程があると一喝。徳川は勅命をないがしろにして条約を結び、多くの勤労の志士を殺した。それなのに土地、人民、官位を保有し続けている。徳川が本当に反省しているなら、それらを返してこそその反省が伝わるであろうと主張。こうして保護者会議は話がなかなかまとまりませんでしたので、しばらくの休憩に入ります。その休憩中に西郷隆盛は岩倉大久保に対して、担当一本あれば片付くことではないかと伝えました。つまり山内容堂を殺せば決着がつくと言ったのです。さすがの土佐藩もこれには驚きます。容堂公が殺されてしまう、そう考えた後藤象二郎は、ひとまず今日のところは引き下がらなければならない、そう考えるようになりました。これによって休憩後の会議は慶喜排除派が優勢となり、徳川慶喜の排除と時間の落ち、つまり徳川慶喜は新政府に参加させないことと、内大臣の官職と領地の返上を命令することが決定されました。こうして新政府初の会議が終了、新政府の時代が始まっていくのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして新政府が樹立しましたが、旧幕府としては黙っていられません。特に強く反発したのが会津藩と桑名藩で、この扱いは不当であると主張しました。こうして新しく成立した新政府軍と、今まで政権を握っていた旧幕府軍、両者の戦いである戊辰戦争が始まっていくのです。ということで、次の動画では戊辰戦争についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。